船主さんからこの前作ってもらったのよかったよって言われるとやりがいに思います。そもそもバイク車が好きで高校入ったら先生にお前そっち行けって言われてそのままなんだよ。まあ、実際1年2年やっていくうちに、まあ自分なりにまあ楽しみを見つけて、主に船に関する鉄鋼関係溶接とかやってます。例えば同じ船やっても今度船主さんが違えば使い方が全然違うんで、同じものがない、ただ渡すんじゃなくてちょっと磨いてみたからとか、あえて一手間かけてちょっと差をつけてやるっていうような、まあ少なからず船主さんの命預かっている部分もあるんで、命を預かる船にオーダーメイドで偽装する、これが私の仕事です。